マイルチャンピオンシップの結果分析です1着セリフォース2着ダノン・ザ・キッド3着ソダシでしたセリフォースが勝ったというよりかはレーンキッシュが勝ったっていうレースですね近い能力があって、まあ、それで同じように追い込めば同じぐらいの足が使えるような馬何頭がいてサリオスジャスティン・カフェまあ勝ったセリフォース ソウルラッシュ。ダノンスコーピオン。まあ、ファルコニアは少し瞬発力を取るかもしれないんですが、まあ、この辺までは多分レーン機種が同じ乗り方すれば勝ってた可能性高かったかなっていう風うに思います。まあ、それで僕は何度も何度もよっぽどの特殊なババ特殊な展開でない。限りは g1 とか大舞台になればなるほど。追い込みまで打ち付きをして勝てる確率は？ ゼロに近でまあそういう風うに言ってきただけでなかなかそのピンとこない人いるかもしれないんでちょっと僕調べてみたんですよね。ちょっとこれ思いつきでパパッと書き込んだのとツイッターで140文字っていう制限がありますね。でその中でちょっと分かりにくい書き込みなんですが先行作を取った馬以外で、まあ、中段辺りから後ろから追い込んだ馬で g 1勝った馬たち まあ大体ざっくりと調べたんですが2022年は11頭が差し追い込みで勝ってそのうち10頭は外から追い込んで買ってるんですよねまあ外というか4コーナー回った時点でいる位置よりも1頭分2頭分でも外に出たら外に出してますんで、まあ、その考え方でいくと11頭中10頭がそうで、まあ、ナランフレーグの 高松の宮記念に関しては例外なんですが、まあ、あの時に関しても説明したんですが丸田機種がうちの方で細かくギアチェンジしながらですね最高の形で乗ってしかも馬場が特殊でうちが伸びるような馬場でもあったっていうところでもありましたし展開的にもハマったところもありましたんで、まあ、でもあの高松の宮記念に関してもナランフレグはもし外に出せてたらもっと楽に楽勝できてたかなと思いますので。 やっぱりをついいいたたこここととととにっって苦ししろは少しあったということですねで2021年は15頭のうち15頭が外に出して追い込んで勝ってますで2020年は20レース差し追い込みで勝っててそれで、まあ、19頭が外から追い込んで勝っているということでちょっとオークスのデアリングタクトに関しては松山騎手が待ちきれなくて慌てて内に入って。 そのロスはあったんですがまあ一旦外に出してましたしその後、まあう内に切り込んでもそこからゼロから脚力で伸びるぐらいのデアリングタクトの瞬発力がありましたんで足が違いましたんでそこまで問題はなかったかなっていうような内容ですね。っていうような内容でにね。っていうようなて容ですっていばもっと楽勝ですね。っていうような内容ですで えっと35446レースですか？446レースのうち2レースだけですよ。要するにもう明らかに95%以上は外出しで勝ってるんですよね。まあ、だからこそ、前世紀の時の竹豊騎手は外に出す意識がめちゃくちゃ高かったですし、今で言うとルメール騎手、そしてレーン機種に関してはレース前に言いましたよね。 ルルメール機種に近いぐらい蓮種は外に出す意識が高いということでそれで信頼性が高いというそういった中でセリフォスを選んだまあセリフォスを本命にした人いっぱいいるとは思うんですが僕はそのセリフォスを本命にした理由が違うんですよね蓮詩のその外へ出す意識っていうものが高いこれを知ってるかどうかっていうところで全然また内容が違いますんで。 まあそしてこれだけ外差しで勝ってるっていうことそう考えると逆に言うといかに打ちつきがダメかっていうことでまあ今年ダノンベルーガの皐月賞ダービー天皇賞秋打ちつきをした川田騎手を批判したっていうのはこういうことなんですよね。でセリフォースの「NHK マイル」福永騎手が打ちつきをしてしまったこれについても。 は打ちつきっていいう,うに言いましたよねあの3着外すような馬ではなかったんでそれを打ちつきしてしまったからこそ打ちつきっていうのは一瞬は伸びるんだけれどもラスト数百メートルもしくは数十メートルで失速して外の馬がグイッと出ることがほとんどなんでそれがこれだけ数字にも出てるっていうことですね。ですから天皇賞秋に関しても結果分析で言ったんですがイクイノックスが。 ダノンベルーガに先着し続けて天皇賞秋でも先着したこれに関してはもう明らかに進路取りのミスなんですよねイクイノックスの方が強いっていう風にほとんどの人が思ってるんですが僕はダノンベルーガの方が強いと思ってるんで、まあ、本当に不利な進路取りをして勝てない g 1で勝てない乗り方をしてしまったがためにこういう結果になってきたわけであってしかもサンタコですからね3レース連続や,やらかしてるわけですから、まあ、今回の ジャパンカップ、後ろで足をためて外に出す競馬をすれば今までと違うパフォーマンスができるということですねそれではレース全体の展開についてなんですがホーンアマゾンはあんまり行く気がなかったんですかねでピース・オブ・エイトが周りを見ながら押し出される感じで花を切ったようなところがありますねで途中からファルコニアが外から動いてきて花を奪ったっていうような感じなんですが、まあ、それがまた 波立つのが遅すすぎるんですよねあのいつもよく言ってるんですけれどもやっぱり先行馬逃げ馬が有利になるには先に隊列をパッと決めてしまうなるべく早く決めるっていうことが大事なんですが、まあ、600m 過ぎても、まあ、600m 600以上行ってからですかね、まあ、それで細かいラップは出さないんですけれども最初のサンハロンが35秒ちょいで 1,000m の通過が58秒後 まあ、マイルの GI としては速くはないというかどちらかというとスロー寄りの平均ペースだったかなというようなところででまあ最初から花切っててそれぐらいのペースでいけてれば楽できててで全体的にある程度ワンペースにはまとまってたんでレースレベルが低い中で楽なペースの中でいいペースでいけてるっていうような感じになってたとは思うんですがファルコニアはスタート直後は後方にいてそこからじわっと上がってって花に立ったわけですから。 まあそう考えると前半多少は無理してるんで58秒後の通過よりもまあ57秒台ぐらいでいったぐらいなそういう感覚でいいと思いますね。で、あのー、そこからですね思い切ったことすればよかったんですがやっぱりファルコニアってチャンスがある範疇の馬なわけですか,からあんまりその無謀な。 玉砕的なことができなかったかなというようなところでで変に息を入れてしまったんですよねで息を入れるところもタイミングが遅くてもうすでに800とかラスト800とか切ってるような状態でラスト600とかでもまだそんなに仕掛けてないというような状態なんで多分ファルコニア以外の先行馬34頭に関してはかなり楽ができてたかなと思いますしファルコニア が逃げ馬が突き放したりとかあの後半厳しい流れ作るんだったらまだ分かるんですがファルコニアは前半ああいうことをした上で後半迎えてるわけですからファルコニアも逃げ,として逃げ馬として引っ張り切れてないわけですよねですからもうファルコニアはあの形になってしまったんなら変にペースを落とさずにもう後半に関しても玉砕的に近いような感じで早め早めに仕掛けていればまだ。 いいい競馬作れたかなと思いまし後続も苦しいんだかなと思うんですがファルコニアがただの目標になっただけであのスロー寄りの平均ペースで引っ張っていってっていうような感じなんで結構直線向いても手応えががある馬が多かったですよね、まあ、それで厳しい流れの競馬とかだったら手応えのいい馬と手応えの悪い馬とが出てきてそれで手応えの悪い馬が下がったりなんかして手応えのいい馬が前に進んでいくっていうような感じでばらけることが多いんですけれども。 今回の場合はもうごちゃごちゃっとしたまま直線向いてるようなところがあって、まあ、そこからさらにあの直線スローの用意度に近いような脚力で足を使わなきゃいけないような感じになったところもあるんで、うん、その分何ていうかんかあの途中で前が壁になったりとかスムーズに加速できなかった馬たちなんかはなんかあのそんなに。 器用なな競馬がでできなかったた苦しんでましたし、んまあ、ダロン・ザ・キッドとかは前は詰まったりはしたんですがまあでもそこまで極端なブレーキ踏んでなかったんでまあなんというかとにかく直線に関してはいい足を使った馬がほとんどいないというかきっちりと自分のいい足を使った馬はセリフォスだけなんですよね、まあ、ですからレース前に多分行ったと思うんですが、まあ、うちの方馬場が悪くなってきてるところもありますし。 変にバグの中からごちゃごちゃしたところから競馬するよりかはスムーズに競馬すること、腹くくって競馬することをそう心がけた方がいいっていうふうに多分言ってたとは思うんですがまあそういうような形には結局はなりましたねそれでは右の方から一頭ずついきますマ天ンオリオンマ天ンオリオンは休み明けの前数はちょっと作りすぎに近いというかこじんまり見えたところがあったんですが今回は馬体全体がゆったりとして まあ少し体が大きくなったように見えるぐらいそれぐらい重厚感も出て仕上がり良かったですねですからなおさら今回の打ちつきっていうのがもう一つ前の10レースでムーア騎手が打ちつきで勝ってたんですよね。で まあ先週のエリザベス女王杯の時と比べると、まあ、そんなには雨は含んでないということでうちの方もいいんじゃないかっていうふうに勘違いした人多かったと思いますしまああのムーア騎手の打ちつきを見てそれでうちの方に入るような,なんか浅はかなジョッキ出てくるんじゃないかなっていうようなことを僕言ってたんですがそれがまさか。 天オリオン横山紀ろ騎手とジャスティン・カフェ福永騎手とは、まあ、ベテラン騎手一流騎手がやっちゃうわけですから、まあ、その一、まあ、つ前の10レースでムーア騎手が打ちつきをして勝ったそのレースに関してもムーア騎手だから成立しているところがあってやっぱりガンガン応援ルジョッキーだと多少馬場が悪くても多少進路取りが強引でも伸びる馬結構いますんで。 波のジョッキーが同じ乗り方してててたら多分勝ててないんです実は、ねまあ、そしてさらに条件戦と g 1は全然違いますし特にマイルの g 1っていうのは特殊でもあるのでもう打ち付きするっていうことが無謀すぎて話にならないんで、まあ、ですからその無謀な打ち付きをしてもそれなりの競馬をしてたということあとは今回出来が良かったので最高方からでもいいんで外に出すっていうようなそういう競馬をしとけば 三着争いいいぐらははしてた可能性はあるかなと思いますねウィンカーネリアンウィンカーネリアンはやっぱり若い頃と比べると筋肉が洗練されたバネがある感じではなくなってきてるんで、まあ、全体的に緩さがあって、あのー、パワーとしぶとさ勝負っていうような感じかなっていうようなところがあってでそれでなんかまあスタートダッシュは悪くはなかったんですけれども。 まあちょっと控えたことによって他の馬たちがどんどん前に入っていくような形で多分予定よりもポジションが悪くなったと思いますね中段の内辺りからの競馬になってで、まあ、そうなってしまうと今のウィン・カーネリアンは瞬発力があんまりないんで、まあ、あの時点で終わったかなっていうような感じがありましたまだあの例えば逆に出遅れて最高峰から外回すとかそういうような形だったらスムーズにじりじりと足使いますんでその形の方がまだ 乗りやすすかかったかなと思いますんで、中途半端に球団あたりからバグンの中から競馬しなきゃいけないというような感じになって、まあ、そこでゼロからスパンと切れる足も小足も使えないんでっていうような苦しいような感じになったところはあります、ね、ダノンザキッドダノンザキッドはまあ最近出来がいいですしその中で叩いてシュッと洗練された感じはあったんですが、まあ、ただちょっとそのもうちょっと余裕があってほしいな思います っっていいううような思いはあったんで、まあ、G1 でもあってパワーとかタフさも必要なので、まあ、少し作りすぎかなというような感じはあったんですがまあでも仕上がりはある程度良かったんでというのとあとはレース前にも行ったんですが以前ほどは不器用さがなくなってきたのである程度馬群の中で貯めてもそれなりの競馬できるようになってて。 で、まあ、あのー、まあ、スムーズにいかなかった部分はあったんですが、まあ、ただ逆に足は止まったかな？というようなところですし。しまあ、最後グイっと出れたっていうのは？まあ、子供の底力ですね。底力は互角っていうような内容は見せつけて勝負根性もあるなっていうような内容ではありますね。まあ、ただ、結局はその勝てるようなし路取り内容ではないんですよね。もう完全にちゃんと足溜めて外から。 スコーンと足を使うっていうそういうような競馬をしているセリフォス連騎手の乗り方が勝ち方っていうところでシュネルマイスターシュネルマイスターは3.6倍ではありましたけれども結局一番人気になったんですね今本当びっくりしました僕は危険な人気馬っていう風うに思ってましたし一番人気まではしないと思ってたんですが まあグリーンチャンネルのパドック解説の人が仕上がりいいとか言ってたりとかまあそういうのも影響したのかなと思うんですけれどもまあそれとまあシュネル・マイスターが G1 で安定して走ってきてるということと何よりルメール騎手でしょうねルメール騎手が乗ってるっていうことで過剰人気しちゃったところはあると思いますまあただ僕はレース前から言ってた通り臨戦過程が良くないとスプリンターズ・ステークスとか短距離を使うにしてもきちんと時間をかけて 短距離にフィットするよう、もしくは短距離使わなくてもマイルを使うぐらいな感じで短距離を使ってるんだったらいいんだけれども変に急仕上げ気味に短距離使っちゃったんでそこから立て直してまたきっちり作ってくるっていうのは難しくなるんじゃないかっていうところで,で実際にパドックでバタエ見てみても、まあ、やっぱりそのキレのある動きができきれてないというかですね、まあ、ちょっと余計な動きが出ちゃったりだとか。 まあですからレース前の予想動画で今回のシュネル・マイスターは明らかに能力は1枚落ちる形での出走っていう風に言ってた、まあ、その通りにはなったと思いますねでもなんだかんだ言って走りましたね、あのー、やっぱりルメール騎手っていうのは外に出す意識が高くてもうちゃんとなるべくロスが少ない形で外に出すっていうようなそういうような完璧な乗り方しましたしまあちょっと今回 仕上がりがいまいち7部か8部あるかどうかぐらいだったんで反応が悪くなって加速に時間がかかったんですが最後はじりじり伸びてっていうような内容で3着争いはある程度際どいところまで来たかなっていうようなところなんですがまあただやっぱり他の馬たちがごちゃごちゃしたところに入ったりとか,なんか直線伸びないような競馬してた中でハマったようなところもありますのでサリオス。 ササリリオオススはは現時点のののとして最最高高気配、最高の仕上がりだったと思いますね。まあ、ただやっぱりその若い頃はもうちょっと脚力とかがありましたんでそれと比べると脚力とかキレは少し落ちてるんですが、まあ、ただ今のサリオスっていうのは全体的なバランスの良さっていうところで走ってる部分はあるんでそのバランスなんか馬体の見た目とか、まあ、本当と全てにおいて現時点のサリオスとしては最高の仕上がりだったと思います。 まあただスタートダッシュがつかなくてまあ他がワッといったっていうのもあるんですがポジションがだいぶ後ろになってまああの前走の毎日王冠と同じぐらい追い込み競馬をしなきゃいけないっていうような形になったんですがちょっとこのサリオスっていうのは左回りだと結構器用に反応よく手応えよく回ってくるタイプなんですが右回りだと多少不器用なところがあってまあちょっとその辺の反応の悪さというかあとはそうですね レース展開もありますよね、あのーまあ、変なスロー気味のワンペースでさらに4コーナーから直線の入り口その辺なんかで、まあ、スローの良いドンに近いような感じになりましたんでとなるとサリオスみたいなタイプは結構馬体が重いタイプでもありますんで小足を使ってゼロからスコーンと一瞬で伸びるっていうような感じではなくて、まあ、ある程度徐々に加速したいところがあるんで。 他の馬たちがそのスッと行っちゃった時に反応が多少悪くなったところもありますしあとはやっぱり進路を迷ったというよりかは直線向いたところでは前に馬がいる状態でもあったのでサリ,オスサリオス自体がですねちょっと馬が戸惑っているような感じもありましたよね。まあ、ですから内でも外でも行けるような感じで回ってきてっていうような中途半端なことをしたんでその分。 スムーズに行かなかった部分はありましたんでやっぱり外に行った方がスムーズに加速しやすかったんで腹くくって外に行くべきでしたね、まあ、そうしてればソウルラッシュの後ろについていけばですねダノンスコーピオンとシュネルマイスターの間に1等分スペースが空きましたんであそこ入ってれば上位に食い込んでた可能性高かったかなというふうに思います、まあ、結局は前の方からアマゾンとかが下がってきて、まあ、それを避けようとしたりとかまあ あのとにかく直線に入ってからもスムーズに加速できなかったんでまあかわいそうな結果になってしまったなというようなところがありますね。育し育しに関してはまあ特殊なタイプでパドックでバタイ見ても仕上がりいいのかよくないのか分からないタイプなんですけれどもまあただその育しではあっても今回はよく見えたぐらいそれぐらい仕上がり良かったんで、まあ、絶好調に近かったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただその中でも 歩き方に無駄な動きがあったりなんかして、まあ、やっぱりふわふわっとするところはちょっとありますしまあレースに行ってもやっぱりちょっとふわふわっとするような走りが抜けちゃいそうになるようなところもあったっちゃありましたよね。でまあ、とにかくこの馬に関しては今まで g 1勝った時に関しては底力で正攻法で勝ったっていうような競馬ではなくていいポジション取って。 スピードと能力でスッとセンスですっと抜け出すような競馬で勝ってるんで、まあ、今回はまずそのあの形になるとやっぱりある程度正攻法の競馬をしなきゃならないようになったんで、まあ、さらに直線で直線向いてから追い出した時にやっぱりふわっとしちゃったようなところもあってまあ 伸びたは伸びたんですけれども結局はその伸びた足も一瞬しか使えてなくてまあいい足をずっと使えるような感じでもなかったのでまあ最後甘くなってしまったっていうようなまあいつもの育ちの内容なんですがまあでも頑張った方かなと思いますね。ジャスティンカフェジャスティンカフェは仕上がり良かったですねまあただマイラーっていう感じの馬体じゃなくてベストは 1800m かなと思いますね。 ですから例えば、まあ、本当にいかにもなマイル G1 というような感じの流れになると足がたまらない可能性はあったんですが、まあ、今回の場合は、まあ、大したペースでもなくレベルも低かったっていうところがあったのであの出走した馬のレベルが低かったということではなくて逃げたファルコニアを含む先行馬が作ったペースがレースの質がレベルが低かったということですね。 なのでその分ジャスティン・カフェでも全然足がたまるような展開にはなりましたし後方打ち目にいたんですが打ち目というか、まあ、前半部分に関しては全然外に持ってけるようなポジションにいたんでそこで外を選ばなかったということがまず大きなミスだったかなというふうに思いますね。まあ、それででで、まあ、レース後のの福永騎のコメントなんかでも、まあ、直線向くまで 結構いい手応えで足が止まってて、これならっていうような感じだったんだと思いますね。まあ、ただまあ、うちの方ババが悪いっていうのもあるんですが、結局は追い込みで打ち着きをして g1 を勝てるような。そういったようなことはほとんどないですしまあ、今回。前が壁になってブレーキ踏んで立て直してっていう。その大きな振りはあったんですが、まあ、でも使える足って決まってるんですよね。例えばあそこスムーズに行ったとしてもセリフォースに勝てた。確率は？ まあ99%ないそんなような感じではありましたんで一瞬は抜け出すんでしょうけれどもセリフォスの勢いの方が絶対最後はいいので、まあ、多分セリフォスが99%勝ってたと思いますんで、まあ、要するにとにかく最初のところで数字を上げたように過去3年間でも g 1で追い込み馬で打ちつきをして勝てるようなレースっていうのはほとんどなかったわけであって特に。 阪神は馬場がうちの方を悪くなってたっていうのもありますしまあ,あの結果なんか見ても分かるとおり後ろでためて外出したセリフォースの伸びがもう全然一頭違いましたよねそれぐらいやっぱり馬場さというかあのこのマイルチャンピオンシップではためて外に出すっていうことがものすごく重要なレースだったということで、まあ、それをした側がセリフォースのレーン騎手であってジャスティン・カフェの福永騎手はそこを判断を 誤ったっていうところですね。ロータスランドロータスランドはまあ、今のロータスランドとしては仕上がりはいい方だと思うんですが、まあ、ただやっぱりちょっと無駄な筋肉がついたり、全体的にコロンとしたイメージがついてまあ、以前以上に1400メートルの方がいいかな？っていうような馬体にはなっているところはありましたね。まあ、ただまあ、あの1、ー、叩きして仕上がりは良くはなってましたし。しまあ、34番手の内から。 っていうようよな競馬で、まあ、先行してましたんでうちに入るっていうのも、まあ、ある程度はありっちゃありなんですけれども、まあ、ただあの形で抜け出して勝ちきるとなるともっと能力が高いかさらに距離適性もしっかりとあってっていうそういうようなところじゃないと、まあ、やっぱりこのロータスランドみたいに距離適性も微妙能力的にもちょっとギリ足りないっていうような感じだともっと立ち回りでなんとかしなきゃいけないんですよね。ですから やっぱり逃げ馬の外に出すっていうその意識の中で足の使い方をしっかりと考えてその一瞬の足をどこで使うかっていうところをうまく立ち回り切らないとまあ今回なんかは結局はその強引な形で内に入って早めに抜け出すっていうのは一発狙いの乗り方なんでまあ一瞬は伸びて失速っていうような形ですねピースオブエイトピースオブエイトはまあ前走は気配が変わってて出来が だいぶ持ち直しましたし、その中で追い込む競馬をしていい競馬しました。で、今回は前走以上に良くなってましたね。あの、筋肉のつき方とかまあ、バランスなんかも良くなってましたし。しまあ、そう考えるとまあ、最高峰に近いところから追い込んで外っていうような競馬していた方が、もしかしたら馬券圏,圏内に来てた可能性はあったかなと思いますね。まあ、ただ極端な戦法ということに関しては、後方から追い込んで外に出すというのと逃げるっていうのは？ 似てるんですよね極端な戦法ででではあるんでですから逃げも悪くはないんですが、まあ、ただやっぱりそのスローに落としてそのまんま楽させてもらうっていうような感じにはいかなかったですね外からファルコニアが来て途中から花を奪われてっていうような形でで、まあ、あの2番手からでも全然ばらけてたんでいいんですが、まあ、ただファルコニアが先頭に立つのがちょっと遅かったんでその辺は多少。 影響したかなと思いま,すまあでも2番手からでもそれなりの競馬してて、まあ、最後もそれなりの競馬してましたんで、まあ、あの形としてはピース・オブ・エイトはある程度は力を出せた方かなと思いますね。セリフォスセリフォスはまあ中内打球者は休み明けの方がいいことが多いっていうふうには言ってきたんですが、まあ、やっぱり今回に関しては考え方を変えて切りの動きなんかも良かったですし。 まあ今回パドックでバタイ見ても前奏よりももうワンランク上のパワーアップしたセリフォスだったかなと思いますね。まあ、ただ、あのー、ちょっとその火腹辺りというかお腹とかあとは背中とかももうちょっと水平近くなるぐらいですねボリュームがあって胴体周りがもうちょいボリュームあれば本当かなと思いますんでちょっとこのセリフォス結局は脚力が強すぎて。 まその分バランスが多少崩れちゃうかなっていうようなところがあって、まあ、ですから地面を脚力で叩きつけて、まあ、それで体の動きは多少その波打つような感じになりますよね。体幹がすごいしっかりしてるっていうような感じよりかは、なんとか体幹を保ってるっていうような感じのフォームなので、その辺なんかは、まあ、他の球者だったら超一流の球者だったらもっとバランス良くなってたのか、それともこういうタイプでこうなるしかないのかわからないんですが。 まあこの感じの分ですね例えば中途半端にポジションを取って正攻法の競馬とかしたら不器用さが出たりとか甘くなったりとかそういう可能性があるんですよね。現時点のこの感じだとセリフォスはやっぱりなるべく腹くくって極端な戦法を取った方がよくて前行くんだったら逃げるとかもしくはばらける展開で番手あたりから抜け出すとか後方から腹くくって外に出す腹くくったら追い込みするかまくるかとか。 そういうような極端な戦法をしていかないと安定はしないっていうのが、現状のセリフォースの馬体とか走りのフォームですね。まあ、それで連騎手も落ち着いた。立ち回りでまあ、スタート直後、他の馬たちがワッと行った時にスッと下げて、まあ、多少セリフォースエキサイトしたところはあったとは思うんですが、まあ,あのちょうどいい感じで促して、まあ当たりも柔らかくて本当に馬によって乗り方を変えれるジョッキーでもありますんででまあ、そうですね。 最終的には外に出すっていうことは基本的にはレーン騎種はある程度決めてたとは思いますので、まあ、腹くくって乗って外に直線外に出してもその辺でも落ち着いてちゃんと、まあ、無理に強引に追い出すとかでもなくてちゃんとフォームとかそういったところを整えてからしっかりと追い出すっていうようなもう完璧な余裕満々の騎乗っていうような形で、まあ、この騎乗すれば。 まあ最初に挙げたような馬たちですね他の馬たちも勝てたかなっていうようなそういう内容で、まあ、もちろんセリフォスはセリフォスで力があるんで勝ったわけですけれどもソウルラッシュソウルラッシュは最高の仕上がりでしたね、まあ、レース前にも行ったんですがこの中で一番欠点がない馬っていうような形で、まあ、そのワンパンチ足りないところがあるっちゃあるんですが、まあ、ただ 例えばセリフォースと同じ乗り方して連騎手が乗っていればソウルラッシュが勝ったでしょうそ,それぐらいの安定感というかですね、まあ、勢いもありましたしまあ今回も内容としては強い内容で4着っていうような形ではありますね、まあ、ただやっぱ松山騎手がうまく乗れなかったっていうところがあってまあ松山騎手って結構その。 腹をくくれないところがあってポジション取ることが多かったりするんですけれども今回に関しても中段の外っていうような形でまあ最高峰に下げるとかそういったような選択肢が取れるタイプのジョッキーでもないので出遅れでもしないとなかなか難しいので、まあ、中途半端な基乗になってでさらに良くなかったのは我慢ができなかったですねもっと我慢すればよかったんですが、まあ、途中から徐々にポジションを上げていって。 まあ4コーナーナ回る時には前にいたダノンスコーピオンを外からかぶせていくような形の早仕掛けではありますねほ、まあ、本当に行くんだったらもっと大胆に四角戦闘ぐらいなそれぐらいの気持ちで行っちゃってもよかったんですが、まあ、結局はその中途半端な外の回り方なんでロスが出てしまうっていうような内容で、まあ、そのロスが出てるっていうふうに分かる のは直線の入り口でソウルラッシュちょっと加速がつかなかったですね加速にもたつきましたよねあの辺なんかは4コーナーの回り方が悪いんでスムーズに加速がつかないんですよねでまあそういうふうにもたついて最後の最後ラスト200150ぐらいですかねそ,その辺からちょっと伸びたんですけれども、まあ、やっぱりもたついてあのフォームが苦しくなっている分ですね一瞬は伸びるんだけれどもその足が続かないっていうような形の典型で。 ほ他の馬たちの方がグイッと出てっていうような形でもう明らかに足の使い方を間違ってるんで雑すぎてああいうような形になってしまってるんでしょうね、まあ、ですから今回「ソウルラッシュ」で松山騎手がやった乗り方っていうのは例えば頭一つ抜けたた馬ででで乗るんんだったらあれでいいんですよね、まあ、例えば池添騎手なんかはあの抜けて強い馬乗せてもらうことなんか多いんですがそういう時なんかでもよくやりますし。 まあそれと似たような形で松山騎士もやってたかなというようなところで、まあ、それから例えば馬のタイプですねダノンスコーピオンみたいなタイプだと早めに雑に仕掛けてもある程度長く足が使えるだとか、まあ、ダノンザキッドなんかもそうなんですがそういうタイプだったらこういうような乗り方もありっちゃありなんですがソウルラッシュっていうのはなるべく足をためにためて最後爆発さすっていう乗り方がベストの。 客室の馬なんでそれと真逆のことをやってしまってるんでだからこそこういう風に飛ばしてしまうっていう、まあ、乗り方がうまくいかなかったというような形ですね鳳凰ーーア,ーーアマゾンはまあ悪くはない見た目なんですがやっぱりいい頃と比べて脚力とかあとはバランスなんかもそんなでもないかなっていう風に思いますんでまあ少し動きに硬さが出ちゃってるところもあるっちゃあるんで。 まあ逃げるとかそういうような極端な競馬をすればもうちょっといいところがあったとは思うんですが、まあ、3番手ぐらいからの形になってしまいましたんでそうなってくるともっと動かせるレベルの高いキーじゃないとこの馬はずぶさとか不器用さがありますんで、まあ、勝負どころからすっと動かせないっていうような形でバランスも崩して伸びあぐねるっていうような形になりましたね。エエアアアアロロロロノアエアロロノアはですね、まあ、前走 と同じぐらいか前奏より少し良くなったかなというような感じではあったんですがまあただ本当もったいないのはこのまあ春の安田記念とかまあ安田記念のちょっと前ぐらいはですねもっとボリュームがあってもう全体的に能力がもう一枚上だったんですよねあの時の出来で出走して今回の乗り方が武豊騎手できてればまあ勝てはしなかったでしょうけれどもまああのそれはセリフォスの「 乗り方やハマり方が全然違ったのでセリフォーズには勝てなかったでしょうけれどもまあ春の出来だったらエアロロノアは2着争いはしてたかなっていうぐらいそれぐらいのちょっともったいなさというか残念さがありますねですから以前からこの馬に関しては左回りはあんまり得意じゃないというか苦手なんで右回りでこそっていう風に言っててで阪神コースもベストで強い競馬したことがある馬なんでっていうところですね ベス,テンダンクベステンダンクは前走よりかはマシにはなってたんですが、まあ、ただやっぱり馬の気持ちが切れちゃっていけなくなっちゃってますし、まあ、勝負どころからも気持ちが切れちゃったとっいうような形で、まあ、これで引退みたいですね。まあこれで引退なんで少し触れますとこの馬は体型が特徴的でお腹がボテッとしてるような体型なんですが、まあ、でもあのスピードに乗るとですね結構しぶとい二枚腰を使ったりなんかはしてたんですが。 スローの良いドンとかそういうような瞬発力勝負とかが合わないんでなるべく思い切った騎乗をした方が良くてで京都の外回りの時のマイラーズカップかなんかでアノマスイをしたことがあったとは思うんですけれども、まあ、京都の坂の下りを利用して4コーナー前後かなり早めに仕掛けるっていうような形でいい競馬したことがあって、まあ、その時多分穴開けたと思うんですが、まあ、そういうような競馬ができたりだとか、まあ、途中から は、なるべくその早めに逃げたり、早めに戦闘でっていうような、そういったような競馬が合うような感じになってったところがありますね。ダノンスコーピオンダノンスコーピオンはまあちょっと作りすぎな感じはありましたね。もっとどしっとした重厚感のある感じになってほしいかな？とは思ったんですが、まあでも。 前走かから極端に出来が落ちたとかはないですよある程度は力を出せる仕上がりにはあったかなと思いますね。で結局は一番の範囲はもう4コーナー回る時ですねその時に、まあ、川田騎手の心理としてはなるべく追い出しを我慢して足を貯めてきれいに外に出したいっていうような感覚があったと思うんですよね。それに対してソウルラッシュの松山騎手が 早かけで外からダノンスコーピオンにかぶせてきて直線向いたところでダノンスコーピオンはもう前にソダシがいて外にはソウルラッシュがいてっていうような形でもう進路が塞がってしまってもう勝負どころでああなってしまうと先行馬というか行位から競馬しているような馬っていうのは基本競馬が終わりなんですよね。 ラスト600500以降とか、まあ、特に4コーナー前後以降でああいうふうに後ろの馬から外からかブされると馬っていうのは基本終わりまだ馬群の中にいてっていうような内の方にいるとかだったら離れたところなんで立て直したりもしくは後ろの方で足ためて直線勝負のタイプだったら別に後ろからまくられたりなんかしてもそこまで響かないことあるんですが。 ダノスコーピオンのポジションというのは後位の外なんでもう正攻法で先に抜け出さなきゃ先手先手でいかなきゃいけないポジションなんですよねそれが後ろから来た馬に前にかぶされてっていうような形になってしまうともう完全に競馬が終わりで、まあ、馬もバランス崩したり繊維喪失したりしてるっていうところがあってこれだけの大敗をしたっていうのは川田騎手の判断ミスと、まあ、松山騎手も余計なことして。 余計ななしし合いをこの2頭でででやってしまってるってまるううような形ですね、まあ、それで例えばですねダノンスコーピオンがすごい器用で反応のいい馬だとああいう風にソウルラッシュが外からかぶせてきてもスッといって被されないようにできたとは思うんですが、まあ、そういうタイプじゃないのでやっぱりそこを頭に入れて川田騎手がレース前からレースプランを立てとくべきであって。 まあ外から来られることを計算してもうこのダノンスコーピオンの持ち味っていうのはしぶとさタフさなんで前にいい目標のソダシがいたわけですから4コーナー回る時にもうソダシを目標に早めに仕掛けていって、まあ、外から馬が来そうな気配があったらもうガンガン追ってでも早め早めでっていうような形でやっとけばこの馬長く足が使えますししぶとさもありますし勝負根性もありますんで。 まあ、三着争いぐらい。まあ、もしかしたら二着争いできてた可能性はあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ハッピーアワー。ハッピーアワーもこの間なびに徐々にマシにはなってきてますね。まあ、ただ、やっぱりあのー、恐る恐る乗らなきゃいけないような、自分との戦いみたいな。うん、まあ、後方で戦争するっていうような形なので。 まあ、ローカルのオープン特別とか相手関係が楽で専用とかその辺とか使えたらいいところ出るかもなとも思いますね。ファルコニア。ファルコニアは前奏に引き続き絶好調でしたね。ですからもう最初に言ったようなこの何というか中途半端な騎乗っていうところがもったいなくて、まあ、これは調教師さん馬主さん怒ってもいいと思いますね。 スタート直後は後方にいたわけで、まあ、そこで一旦足を溜めてラスト 1,000m ぐらいからじわっと上がってってラスト600500ぐらいから勝負かけて早め戦闘みたいなそういうような大胆な騎乗をするんなら分かるんですよね。まあ、それは前半部分で息を入れられてっていうような形でなりますんでそれかもう行くんであればもうスタート直後から。 出していってっそれであの先頭に立つそれをなるべく早く早めに対立を決めてしまうその形だったらいいんですがもうスタート直後の時点で迷いがありますし迷った後に動いていってであの花に立つまでも腹くくれてないんでもうじわーっとやってって、まあ、g 1でこんな乗り方して勝ち負けした馬なんか記憶にないのでもうほ、まあ、他のジョッキーたちも やってんなってててなないいうようよ感じで見てたと思いますね、まあ、それでこのファルコニアはですねセリフォスとかソウルラッシュとかジャスティン・カフェほどは切れる足はないんですがマサリオスほどはないんですがただまあそれなりの足はある馬ではあるので最後方から足を溜めて直線外に出すっていうような競馬、まあ、セリフォスよりも後ろからでいいんでそういうような競馬してても。 3着争いはまずしてたかなと思いますしまあ2着もありえたかなっていうぐらいなんでまあそういう乗り方をすればよかったと思いますしまあ例えば 2,000m 以上とか中距離だともっと距離が長いんでコーナー4つあるときに最初のコーナーでペースが落ちることが多いんでそのペース落ちるところを狙って前に行くと止めずに前に行くっていうそういう戦法があってまあ福永騎手なんかもたまにやるんですが。 まあその形だったらいいんですがこのマイルっていうのは基本的にはマイルの流れになるんでこの距離であのタイミングで前に取りつくっていうのがおかしいんですよねですから本当に力的にはそんなに差がなかったファルコニアでしかも勢いのある形でここに出走できた中で、まあ、こういうような馬の気持ちを削ぐような乗り方をしてしまってでこの負け方はすっごい悪いのは。 自走以降にも影響すするる可能性があるんですよね気象難が出たり気持ちが切れたりだとか調子を崩す可能性があるわけであってこれ一戦だけの話ではない可能性があるんで、まあ、馬によってはあの問題ないことはあるっちゃあるんですが基本的にはこういう競馬すると次大体馬ダメになるんで、まあ、それぐらい重大なミスを犯したかなと思いますね。以上ですす失礼します